こんにちは。寒いですね。速稼塾の久保です。今日は久保さんの更新ないなないなって思ってた方、お待ちどうさまでした。更新させていただきますよ。今日のニュースはね、これです。嘘つきだらけということでございます。まずね、ファイザー製のワクチンの話からしましょうか。じゃあ画面を切り替えて順を追って説明しますね。これがまさに菅総理がですね、お話しているところです。昨日のファイザー社との最終契約により、全体として3億1000万回分を確保できる見込みですというふうにお話しされていました。これはちょっと前のことですよね。で、これがどうなったのかってことなんですよ。今朝の私のニュースでもお話したんですけども、こんな感じです。はい、ちょっと大きいですね。ちょっとすいません、ちっちゃくします。このぐらいちっちゃくしたらどうか。ちょっとちっちゃすぎますかね。ちっちゃすぎるかもしれない、ごめんなさい。ワクチン供給日程白紙にということでございます。これがね、2021年1月22日のニュースですんで、つい半日前ですね。ワクチン供給は白紙撤回になりました。6月までに皆さんにっていうのが、一点なくなったわけですけども、なんでこういうことが起きたのかってことです。ちなみにこの報道をしたのがね、河野行政改革大臣です。河野さんがワクチン任命を受けた途端にこれが分かったってことなんですよ。これはね、河野さんの手腕だと思いますね。河野さんが発見したんですよ。おいおい、厚労省よと、ワクチンの話全然まとまってないじゃん、どういうことって感じだったんですよ。で、厚労大臣は誰かなと言いますと、実はね、この方なんですよ。当時の厚生労働大臣は現在の官房長官ね、厚生労働大臣加藤勝信さんですよね。加藤勝信さんはファイザーとのワクチン契約がすぐに取れましたってことを報告して、虚偽の報告をして官房長官にね、それを功績として上り詰めたということなんですよ。官房長官といえば菅総理につくナンバー2というふうな、ね、立場ですね。官房長官ね、いつもテレビに出れます。あれ、テレビに出てないですね。恥ずかしくて出れないのかな。今結局、西村経済担当大臣は毎日出てますけども、なんかあの人がね、スポークスマンというか、本来は官房長官がやらないといけないことをあの人がやってますね。加藤さんちょっと顔が出せないのかな今、要するに、ファイザーとの契約がまとまりましたという3億1000万回分のね、ワクチンが大丈夫ですよってことで、官房長官になって後任を厚生労働大臣、田村厚生労働大臣に落ち着けたんですけども、でもそのね、ワクチンの契約というのは実はね、何にもなかったってことが、麻生太郎さんじゃないや、誰だ、ほら、山本太郎さんじゃないや、誰だ河野太郎さんですよ。もう紛らわしいな。河野太郎さんが発見して、おいおいと、加藤勝信さんよと、あんた冗談じゃないぜと、ワクチンなんて一本も取れないじゃないかってことになったわけですよ。ということで、もう今ね、2月にそろそろなろうかという1月23日ですけども、2月からのワクチン供給はかなり難しいということになりました。ということは、ドミノ倒しのようにこのワクチンがないということは当然ですけども、緊急事態宣言も解除がされないだろうなってことでございます。プラスドミノ倒しのようにオリンピックはこれを口実に無理ということになるんじゃないかなと思いますよね。ワクチンが入ったからといっての無理なんですけどもね。じゃあ次です。どんな人が出てくるかな。あ、ちょっと見覚えがありますね。これはね、世紀の大悪と大嘘つきの、嘘つきは安倍の始まりといって、明細書はなかったというふうなね、あんな答弁を国会で118回も行ってですね、そして野党と、そして国民を煙に巻いたというね。で、領収書再発行すれば済むのに、いや、領収書再発行したらバレるから、で、私のインチキがバレるからしませんっていうふうにね、とんでもない人ですね、この人もね。国を代表する人が、もう世界中を嘘で塗り固めてね、これもしかしたら、北朝鮮の人よりも嘘が得意なんじゃないかなと思いますけども、あれ、でも北朝鮮の代表の人って別に嘘をついてるわけじゃないですよね。そうするとどっちが悪党なのか分かんなくなってきましたね。で、次の写真は、これなんだこれは。うまい具合にね、セリフを重ねた人がいるもんですね。こいつも嘘つきですということで、なぜかね、安倍総理は、その後引き継いだ菅総理にですね、嘘まで引き継がせちゃったというね、お見事でございます。次の写真はどれだ。次の写真。あれ、麻生さんだ。急に話題変わりますけども、麻生財務大臣ね、なんかインタビューかなんかに答えてるとこですよね。で、一律給付についてどう思いますかって聞かれて、これ税金でやろうと思ってる、その発想が間違いなんだよねってことで、誰も別に税金とかなんとか言ってないのに一人ツッコミして、一人でそのツッコミに答えるみたいなね、自作自演をやってます。麻生さんね、誰も勘違いしてないんですよ。国債を発行して一律給付してくださいっていうふうに国民の一人一人が思っております。税金でやると思うなんて思ってないですし、税金はむしろね、私たちもう払う、もう義理はないと思ってますよ。麻生さんがそうやってとぼけたことやってるんで、いや、この上税金払いたいなと思う人誰もいないですよ。
だって麻生さんがうな丼食うだけでしょ、税金払っても。そもそも税金って国家運営のネタになってないじゃないですか。全くね、もって私たちがね、知らないと思ってたら大間違いですよ。で、あと麻生さんこんなこと言ってましたね、昔ね。これ見てください、これ。要するに平成24年ね、ちょっと前のことですけども、麻生さん、日本の国債って日本で吸ってる、借りてるわけだから、円吸って返せばいいじゃんと、通貨発行権あるんだからって麻生さん自分で言ってるじゃん。自分で言ってて、野党の時代に人気を集めておいて、それでね、与党になってみたら円で吸って返せばいいなんて一言も言わなくなりましたよね。いや、ずるいです、こすいですよ。だって本来三橋隆さんみたいに円吸って返せばいいじゃんと、国債なんて、ね、地球が滅亡するまでそのまま置いときゃいいんだよって、まさにそれが正論であるんですよ。いや、私もね、税金が国家運営の財源になってるっていうふうに勘違いしてたんで、こういうふうに思ってましたけども、全然違うんですよね、麻生さんね。冗談じゃないですよって話ですよね。はい、いかがだったでしょうか。今日ね、ちなみに1月23日14時31分なんですけども、まあ、ここまでね、なんか国民を愚弄する政治がっていうのも珍しいですね。で、これでできちゃうんだみたいな感じです。私ね、てっきりね、本当にここ数年前までは、その国を運営する人ってね、生え抜きの賢い人がまあまあ結構いるんだろうなと思ったんですけども、今のところすいません、これは別にこの人たちじゃなくてもできるじゃんみたいな感じですよね。まあ、できるというよりも、何をやったのかなっていうところが逆に疑問ですよね。一体この人たちテレビに出て、春先からね、マスクお願いしますとかね、3密回避ですとか言って、これずっとやってるだけでしょ。これ別に録画してずっと垂れ流しておけばいいじゃないですか、完全に、ね、この人たちがわざわざライブで出てくる必要ないのかなと思うんですよ。あとちょっと気の毒になってきたのは、こういったお顔を出されてる方のご家族の方なんですよね。もう奥さんもいると思いますし、お子さんもいらっしゃると思うんですよ。それからご友人とか親戚の方とかね、近所でいじめられてないですかね。こんなことをテレビで堂々と言ってる人がね、あなたの旦那さんなの、あら残念ね、かわいそうねってなってないですかね。私のね、近所にこういう人が住んでたらね、まあなんでしょうね、なんでしょうねですよ。本当、皆さんどうですかね。こういう方に個人的に恨みをぶつけるべきじゃないんですけども、こういう方たちのまあね、遊んでるなんだかなんだかわかんないですけども、フグを食うのもいいですしね、高級なうどんじゃないや、焼肉じゃないわ、なんだっけな、ステーキか、ステーキとかうなぎを食べるのもいいんですけども、ちょっと仕事らしい仕事をそろそろした方がいいんじゃないかなとは思うんですよ。この人たちの仕事って何なんですかね。国民の不満を募らせることが仕事なのかな。で、飲食店ばっかりをね、狙い撃ちしてますけども、最近は夜の街って言わなくなりましたね。夜の街はもうすっかりと片付いちゃったってことですかね。こうやって業種ごとにどんどん殲滅していって、最後には何を残そうとしているのか非常に疑問です。そしてこういう状態なのに、相変わらず国民の生活支援っていうのは放置で、次々とまあいろんなね、補助策とかね、給付策は終わっていくということですよ。残されたのは国民と事業者の莫大な借金、もう返せないから、これは国の言いなりになるしかないような借金奴隷をたくさん生んでくれたのかなと思いますよね。まあ勘弁してほしいのは、こういうふうなね、社会情勢とか、もう自然災害ですよね、こうやってコロナウイルスってのは。人災という言い方もできますけども、こういったのに乗じて、不満分子をね、消していくとかね、その弱者を消滅させようみたいなね、そういうふうなね、考えに至るのが、この頭のいいというされている人たちのことかなと思うと、なんとも切ないね、暗い気持ちになりますよね。その中でも国が支援してくれないってことで、民間団体ってのは、結構ね、国民を助けるために国以上に実質的な動きをしてますよ。こういうのを見てどうですかね。やっぱりどっちがね、本当に人に対して優しいのか賢いのかってことを考えざるを得ないかなと思います。この数ヶ月でね、個人的に誰かに贈り物したりとかね、励ましの言葉を送った人ってどのくらいいますかね。結構いらっしゃると思うんですよ。でもそういったものって国からは全く出てこないと思うんですよ。この辺ですよね、きっと。私たちは頼りになるのは、権力もない、発信力もない、そういうふうなね、近所の、まあ、ヒーローといいますかね、近所の英雄なんじゃないかなと思うんですよ。本当、名前も上がってこない方が、名を残すためのものではなくてね、心を割いて、周りの人に寄り添ってくださる姿っていうのは、私もね、随分見てきましたけども、ただこういうふうなテレビで喋ってる有名人とか、国会議員さんが誰かのために何かをやったっていうのは全く見えないですし、
どっかでね、やってるのかもしれませんけども、やってるとしたらそれがね、全く届いてないと言わざるを得ないかなと思いまして、今回の動画を終わらせていただきます。ちょっとね、興奮で熱くなっちゃったんで、聞き取りにくいところもあったと思います。すいません。ではね、次回の動画も楽しみにしておいてください。いってらっしゃい。